第十三章、一節から十三節私があなた方のところに行くのは、これで三度目です。すべてのことは、二人ないし三人の証人の口によって確定されるべきです。以前罪を犯した人と、他のすべての人々に、そちらでの二度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら、 容赦しませんなぜなら、あなた方は、キリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストは、あなた方に対しては弱い方でなく、あなた方の間で強い方です。キリストは、弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちも、キリストに結ばれた者として弱いものですが、 しかし、あなた方に対しては、神の力によってキリストと共に生きています。信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですが、イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですが、私たちが失格者でないことを、 あなた方が知るようにと願っています。私たちはあなた方がどんな悪も行わないようにと神に祈っています。それは私たちが適格者とみなされたいからではなく、たとえ失格者と見えようともあなた方が善を行うためなのです。私たちは何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。 私たちは自分が弱くても、あなた方が強ければ喜びます。あなた方が完全なものになることをも私たちは祈っています。遠くにいて、このようなことを書き送るのは、私がそちらに行ったとき、壊すためではなく、作り上げるために主がお与えくださった権威によって、厳しい態度を取らなくても済むようにするためです。終わりに、兄弟たち、 喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主、イエス・キリストの恵み。 神の愛、精霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。